まあ、自分の中ではその最年長記録ということに関してはそれほどその大きなその意識はしてなくて、まあ、それはあくまでもあの通過点でもあり、あの結果だけなので、僕はある意味そこまでに行くやっぱプロセスというものの方がやっぱ大事だと思ってますし、僕自身その続けるその動機とか、そなぜ続けてるかとかっていうのは特に深くその考えたことがないというか、その僕はそのプロになった時 の、 そのブラジルで1986年にプロになった時と今と、そのサッカーにかける思いというか、自分がサッカーで成功したいっていう思いは今も変わらないんですね。さっき言ったその情熱というものも変わらないんです。